愛の延長線上、愛の延長線上で気がするはじめまして、絶唱キャスターと申します。メンバー紹介をします。ボーカルギターの佐藤由紀です。よろしくお願いします。ベースの二宮です。ドラムの森さんです。よろしくお願いします。僕たち絶唱キャスターは組んだ時にスクランブルに出ることがとりあえずの目標として立てて始めたので、今回8月11日のスクランブル7出れることをとても嬉しく思ってます。本当にありがとうございます。そしてスクランブル7、スクランブルは入場無料ということなので、僕たちも見てほしいんですけど、大分のいろんなバンドが集まるので、ぜひ来て好きなバンドを見つけて、もっと大分の音楽を好きになって応援してくれたら嬉しいなって思います。僕たちもその一員になれるように精一杯頑張るんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ8月11日待ってます。バイバイ。